とりあえずじじってみたーなげえわ。はい、皆さんこんにちは。ビルガーナリことビレーブロガーナリです。今日は2013年9月17日火曜日、そしてこのチャンネルはここ最近僕が気になっているニュースということを皆さんに勝手に紹介していくものです。ということで早速今日のとりあえずじじってみていきましょう。まあ最初は昨日アメリカのワシントンにある海軍の施設で発生した銃乱射事件についてです。今回の銃乱射事件で死亡してしまったのは容疑者を含む13人で、他には12人が負傷しました。事件が発生した現場はワシントン海軍工廠と呼ばれる造船所の跡地で、銃撃戦は午前8時20分ぐらいに始まりました。 FBI によると今回の事件の容疑者のうちの一人はテキサス州出身の民間軍事企業で働いているアーロン・アレクシス容疑者だそうです。そして今回の事件には容疑者がもう一人いるみたいで、40代から50代の黒人で現在逃走している可能性があります。目撃者によるともう一人の容疑者は軍服のような服装をしていたそうです。ワシントンの市長によると今回の事件の動機や背景はわからない、そしてテロ行為だと示す情報はないと言っています。オバマ大統領は今回の事件に対して卑劣な行為をした者は必ず報いを受けさせると言っています。次は Google に関する話なんですけど、皆さんはバンプっていうアプリ持っていますか？スマホ同士をこうすると連絡帳、写真、動画なんかを共有できるアプリです。そしてこのアプリはなんと世界で1億回以上もダウンロードされているんです。 Google に関する話をしたのに、なんでバンプのアプリの話をしたのかというと、あれです、あれ、Google といえば買収です。 Google がバンプを買収したことは昨日バンプが公式のブログで発表したことなんですけど、買収額については明らかになっていません。バンプは他にも写真共有アプリのフロックっていうのも提供していて、あとはペイパル、バンプとペイパルを連動させてぶつけるだけでペイパルの決済ができるバンプペイなんていうアプリも出しています。バンプは Google に買収されたんですけど、このフロックとバンプペイが将来どうなるのかっていうのはまだ明らかにされていません。バンプはモバイル端末同士をぶつけるだけでいろんなものが共有できるので、 Google に買収されたっていうことは多分 Google プラス、あの SNS が関係してくるんじゃないんですかね。ただ明日からアップルは iOS7、 これの無料アップデートが始まるんですけど、その中の機能のうちの一つで AirDrop、 これは Wi-Fi とか Bluetooth を使ってファイルを共有する機能なんですけど、これがバンプの対抗馬になりそうですよね。 Google はバンプを買収した方にはさすがに何らかの形でこのぶつける機能、これをどっかに追加しないとお金がもったいないので、これから次のバンプ、これはどうなっていくんでしょうか。ぶつけるといえばですね、 Google のストリートビュー、映像データを集める車が世界中を走っているんですけど、インドネシアで Google ストリートビューの車が本当に車同士でぶつかっちゃいました。しかも当て逃げを繰り返してみたいで、合計3台の車にぶつかったそうです。これは今月の11日インドネシアの首都ジャカルタの郊外のボゴールというところで起こったことなんですけど、 Google ストリートビューの車を運転していたのは男性で、公共のミニバンにぶつかってしまったそうです。事故を起こした運転手はミニバンの運転手と一緒に修理工場に行ったんですけど、途中で、あれ、これもしかして車の修理費高くなるんじゃね、ということで途中で怖くなって Google ストリートビューの車で逃げてしまったそうです。車で逃げたところまではいいんですけど、良くないですよ、良くないですよ、本当は良くないですよ。ただ Google ストリートビューの車ですよ、これめちゃくちゃ目立っちゃないですか。ということでミニマンの運転手もざけんな、おめえ絶対手逃がされぞということで、約3キロにわたって Google ストリートビューの車を追跡。その後ミニバンは Google ストリートビューの車を見つけて何回も追突。最終的に Google ストリートビューの車は停車中のトラックに追突してしまって、運転手の本人はそこで諦めて御用になりました。これは Google からしたらとんだ災難ですよね。ということでとりあえず僕が何を言いたいのかというと、ぶつけるのはモバイル端末だけにしておきましょう。次はやばい話なんですけど、舞台は昨日の台風18号で増水してしまった大阪の淀川であった話です。昨日の午後5時頃、大阪市北区豊崎の JR 東海道線高架下の近くで小学校4年生の男の子が淀川に転落してしまったんです。男の子は鉄道写真を撮りたくて友達2人と一緒に来ていたんですけど、川に落ちてしまったカメラの SD カード、この SD カードを取ろうとして足を滑らせて転落してしまったんです。転落してからその男の子は約 350m も下流に流されてしまったんですけど、そこでたまたま通りかかった中国人留学生の元春さん、読み方合ってますかね、この人が男の子を助けるべく淀川に飛び込んで彼を救助したんです。その後2人とも病院に運ばれたんですけど、2人とも大きな怪我は特になかったそうです。そしてこの後男の子を助けた元さんが言った一言がやばいんです。彼は助けなければいけないと自然に思ったと言ったんです。警察署によると、彼が救助していなければ男の子の命は危なかったと言っています。さらにこの話には続きがあるんですけど、彼の取った行動が中国のネットで話題になっているんです。そこで彼がコメントをしたんですけど、これもまたやばいんです。ネットでの関心やメッセージに感謝する、ありがとう、川の流れがあそこまで急だとは思っていなかった、長い間鍛錬してきたけど自分の肉体があの激流の中では無力に感じられた、危うく命を失うところだった、今回は運よく子供を助けることができたけど、誰かを助けるときは自分の安全も考えなくてはいけないことが分かった、みんなにも気をつけてほしい、私のように誰かを助けようと思って水に飛び込んだ人はたくさんいる、中にはそのまま岸に上がれなかった人もいる、この場を借りてその人たちに敬意を表したい。いやー、これはもうやばいっていうより、一人の男としてかっ
っこいいですよね。ということで今日は淀川の濁流に飲み込まれていた男の子を助けて、その後ネットにかっこいい一言をさらっと書き残した元春さんを今日のヤバいい話にさせていただきました。今日最後皆さんに話しておきたいのは、今ここネットで話題になっているある2本のビデオについてです。2本のビデオはどういうものかというと、体罰なんです。二つのビデオは静岡県の浜松日体高校の男子バレー部の顧問、この人が生徒を平手打ちしている様子やバットで殴っているものなんです。この2本のビデオのリンクは下に載せておきました。見たい人だけ見てください。ただ先に言っておくんですけど、すごくこれ暴力的なビデオです。ビデオの中ではバレー部の顧問の先生が生徒を平手打ちで何十発も叩いていて、あとはバットで何度も叩いているんです。これはもう完全に体罰です。もうこれ指導でも何でもないです。ただの体罰です。この2本のビデオをアップした生徒は本当に勇気があると思います。こういう風に力任せで何かを教えたとしても、その教えられた人っても怖くてどうしていいか分かんないじゃないですか。多分このビデオを見た感じだと、このバレー部の顧問の先生はこういう体罰をずっとやってきたんでしょうね。とりあえず生徒を殴りまくってビビらして言うことを聞かせればいい。こんなやり方絶対間違っています。こういう環境下の中でバレーボールをやって果たして楽しいのでしょうか。僕は絶対楽しいと思わないです。もしかしたらなんですけど、このバレーボールの顧問の先生は一番最初はこんなこと絶対にやっていなかったと思うんですよ。でも途中で殴ってみたら生徒が言うことを聞いた。じゃあこうした方が生徒はすぐに言うことを聞くから、こっちの方が簡単だ。そういう風にどんどんエスカレートしていって、最終的には平気で生徒を平手打ちできるようになった後は平気でバットを使って殴ることができたんだと思います。簡単な方法を選べば生徒がビビって部活全体が強くなって、その後もしかしたら全国大会に行っていい成績を残せるかもしれません。でもそれでいい結果を残して果たして生徒は嬉しいのでしょうか。それよりも難しい方法を選んで生徒に部活を楽しんでもらう方がいいと思います。もしかしたら全国大会に行けなくていい成績を残せないかもしれません。もちろんいい成績を残すことも大事なんですけど、じゃあ果たして20、30、40、50ってなって思い返した時にどうでしょう、楽しめたっていう風に言えるんでしょうか。僕はいい成績を残せなくても30、40、50ってなった時に振り返っていい思い出が残ってればそれでいいと思います。ということで今日は以上です。今日皆さんへの質問は、あなたは今回の体罰についてどう思いますか。下にコメントを残してください。お願いします。今日皆さんに紹介したいニュース、出来事はすべて下に行く、もしくは僕のブログビロガーのあり日記に載せておきました。その他今日僕が気になったニュース、出来事は僕のブログビロガーのあり日記だけに載せておきました。明日なんですけど、このトレーズじじってみたお休みさせていただきます。なんでかっていうと、明日はアドテック東京2013っていうのに行ってきます。実はそのアドテック東京2013のオムニバスブースっていうところであるビデオを作りに行ってきます。どういうビデオを作りに行くのかというと、まだクエスチョンマークなんです。アドテック東京2013のオムニバスブースのリンクは下に載せておきました。気になる人はチェックしてみてください。ということで今日も最後まで僕の話を聞いてくれてありがとうございます。また明後日の木曜日にお会いしましょう。以上、ビロガーのアリによるとりあえずじじってみたでした。じゃあまた。